こんにちはルーリオですおはようございますルリオですこんばんはルリオですたぶん風チャンネルです <laughs> えっと今日は藤井風さんの、えー、ツアーの、えー、トレードの結果横浜トレードチケットの結果が出たのでそのご報告の動画を撮りたいと思いますイェイで トレードの結果を話す前にまずチケットのトレードって何なんっていうお話をしようと思いますなのであのチケットを前当たったんか当たってないんかっていうのをだけ見た人は少し飛ばしてください <laughs> でこのトレードっていうシステムはすごい非常に画期的なシステムで <laughs> 定価で、えー、チケットを売るシステムになってます まあ、チケット当たった人当たってない人一次選考二次選考出ると思うんですけど、まあ、当たった人でえー、っとあこの日予定が入って無理になったとか今のコロナ禍へと、まあ、いろんな事情があると思うんですけどそういった人のためにこのトレードがあります。で、まあ、そういう人が何て言うんですかねチケットを売る方法として今まではツイッターとかあとは 何でしたっけあのチケット com チケットのなんかトレードの,あのウェブサイトあったじゃないですか。で、そこで高額で取引されるっていう問題があったんですね。で、それを解決するためにそのもうチケットを運営側がもうチケットのを低下でトレードできるっていう <laughs> サービスを作ってくださってます。で今回は それに応募してえっと僕は横浜1枚持ってたんですけどもう1日行けたらなっていうので応募させていただきましたで結果はなんですけど結果は残念ながら落選してしまいましたまあなのでまあ1日幸運にも1日横浜当たっているので横浜 楽しもうと思ってますで,で何回も何回も行ってなんか1本目の動画で意外とあの再生回数とかも高評価とかチャンネル登録とかしてくださる方たくさんいたのでリンクをこ,この辺に貼っとくんですけど概要欄にも貼っとくんですけど他の横浜以外の当選についてはその動画の他の4回以上が。 横浜を含めると5会場なんですけど5会場についての当選発表1時2時の当選発表はこちらをご覧くださいでさっきなんかぼーっとツイッターをちょっと見るとあのー、あれかな藤風地のあのー、スタッフの方かなのツイッターでなんか福岡だけ3次選考がある追加で3次選考が行われるっていうことだったので また応募してえー、っとまあ到落が出次第皆様にご報告したいなと思ってますでなんかチケットのあのー、到落ばっかご報告しててな何者やねんって感じだと思うんですけどあの多分次回はその前に一本挟むかもしれないですけど次回はえー、っと横浜の ブログ風の動画を撮っっててみたいなと思ってますんでちょっと初めてでどうなるか分かんないんですけど <laughs> えと楽しみにしていてください。でまあこの動画とか1個前の初めて出した動画とかに高評価コメントチャンネル登録してくださるととても励みになりますのであのぜひぜひよろしくお願いします。あとあれですね今日もし横浜の トレードに応募した方がいらっしゃればあの、どういった結果だったのかっていうのをコメントとかで教えてもらえるとありがたいです。で、実は Twitter も始めたので、Twitter のリンクも概要欄に貼っておきます。ってことで、Twitter、そうなんですよ、Twitter 作ったんですけど、フォロワーゼロなんで、<laughs> ぜひ。 <laughs> あの登録していていくださいなんかチャンネルの方向性決まってないんでなんかねあのチャンネル登録してくださいっていうのはあれなんですけどまあ自分のまあ音楽の話好きな音楽の話とかまあそ,それ以降はちょっと決まってないんですけどとかできたらなと思ってるので、まあ、せっかくコロナがちょっとずつのコロナの状況がちょっとずつ良くなってきて。 だんだんこうライブとか増えてきたので、まあ、趣味はライブ鑑賞なんですけどなんでそういったとこをお伝えしていければなと他のアーティストについてもねできたらいいなと思ってますのでぜひぜひ、えー、チャンネル登録していておいてくださるとありがたいですそれではありがとうございましたバイバーイ